制服が違う。全部違う。どうしたんですか。だいぶ雰囲気が違うんですけど。え、別段いつもと違いは。あ、そうか、今日寝癖直す時間あったからな。それじゃね。確かにそこも違いますけど。っていうかあれ寝癖だったん。なんでそんな遠いところにいるんだ。だってなんだか藤原、なん、どうしたんですか。なんかの呪いが解けたんですか。最初から呪われてねえから。みんなでカラオケ行くんだけど一緒にどう。まあ選挙活動で今日は用事が、うん、そっか、じゃあまた誘うね。おう、なんなんだみんなして。今日の俺はそんなに変か。いやだっていつも周りに威圧感振りまいてるのに今日はそれが皆無じゃないですか。威圧感、言われてみれば確かに目つき悪くない。今の俺は目元に優しさが佇んでいるとすら言え。モテキモテキモテキ。篠宮会長。おう、待たせたな。ん、俺の顔に何かついている。篠宮は俺のことどう思っている。いける。真面目で面倒見がよく生徒会長に適した人格だと思いますよ。あと近いです。あ、あれ、なんか違う。それはかっこいいし、頭が良くてオイヌ・ザ・アルファ星のようにきらめく瞳をして好ましく思っていますよ。照れ隠しの可能性もある。もう一度確かめて。なんかよく寝たら目元がすっきりしてな、感じよくなったと思うんだが、どう思う。はあ、いやいや